インサイトは、ホンダ技研工業が生産、販売するハイブリッド専用車である。1999年9月に初代が登場し、2006年に生産、販売を終了。2代目は2009年2月に登場し、2014年3月に生産、販売を終了。2018年6月には3代目が登場している。3世代の共通点は、ファストバックスタイルを持った、前輪駆動のハイブリッド専用車だけで、ドアの数や車格、コンセプトは世代ごとに大きく異なっている。1997年の東京モーターショーで発表されたコンセプトカー JVX を市販車にアレンジしたもので、かつての CRX を彷彿させるコンパクトなファストバッククーペ型の2人乗りが特徴である。外装には、レーシングカーさながらのリアホイールスカートを採用するなど、世界最高水準の低燃費を目指して徹底した空気抵抗低減が施されたことで、ホンダの計測では 0.25 の CD 値を出している。車体には、同社のスポーツカー NSX と同様にアルミニウムを使用したほか、フロントフェンダーなどはバラードスポーツ CRX と同様に樹脂製となった。パワーユニットは 1.0 リットルの S 型に、アシスト用薄型直流ブラシレスモーターを組み合わせ、ホンダはこのユニットを、ホンダ今、システムと称している。走行時は必ずエンジンが動作している点で講義の、パラレル型ハイブリッドシステムに分類される。トランスミッションは5速 MT と CVT の2種。ヨーロッパ仕様は、ギア比が異なり、サードギアが 5800rpm で最高速時速 180km であった。先代の生産終了から期間が空いているが、同一車名のフルモデルチェンジで、ボディ形状を大幅に変化した稀な事例である。当初は別の社名を予定していたが、北米や欧州の現地法人の意見や現地における互換を考慮して、インサイトとした。スタイルは、ライバルのトヨタプリウスに対抗するために5ドアハッチバックとした一方、3ナンバーサイズであるプリウスより小型な5ナンバーサイズに止めた。初代モデルとはファストバックスタイルのハッチバックボディを採用したことや、リアのエクストラウィンドウなどが共通だが、5人乗りの5ドアであること、リアホイールスカートがないなどの点が異なる。また、コストダウンのため初代のアルミフレームボディを採用せず、フィットへ用いられた既存コンポーネントをベースに極限まで軽量化を施した。同社多機種とは部品をおよそ1万点共通化し、ニッケル水素バッテリーは初代の20本、2代目シビックハイブリッドの11本に対し性能を向上させた結果7本までに削減するなど徹底した効率化を図った。その結果、価格は北米市場でベースモデルで$20,000、日本市場でベースグレードとなる G はオーディオレスながら$1,800,000で発売された。先代と同じく今システムをパワーユニットの基本とし、実用燃費の向上を目指してエコロジカルドライブアシストシステムと称する省燃費モニターを全車に標準装備する。すでに4代目オデッセイなどで採用されているコンモードに加え、アクセルやブレーキの操作でスピードメータの背景色であるアンビエントメータの色が変化してリアルタイムに燃料消費状況を意識させることで低燃費運転に寄与するコーチング機能とメータ内のマルチインフォメーションディスプレイ画面内で燃費運転をリアルタイムで採点しリーフのアイコンでその日のエコドライブ度やその日までの累計のステージ表示を知らせるティーチング機能を備えている。このティーチング機能はオプションのカーナビゲーションと組み合わせることで、詳細情報の表示も可能とした。今システムは新たに 1.3 リットルの LDA 型となる。トランスミッションは CVT のみ。パワーユニット自体は2代目シビックハイブリッドと同じであるが、i-VTEC は可変シリンダーシステムとしてのみ機能する。VCM により全気筒を休止させ、シビックハイブリッドと同様のモーター走行も、多少可能になった。カリフォルニア大気資源局が認定する ATIP-7 の条件によりモーター出力は 10kW 以上を要し、バッテリは7本で、電圧は 100.8V とされている。2008年以降発売される地球環境を意識した車両を、ホンダはホンダグリーンマシンと称し、インサイトはグリーンマシーン1号である。2代目までのファストバックスタイルのハッチバックから一転し、ファストバックスタイルはほぼそのままに、キャビンから完全独立したトランクルームとトランクリットを持ったクーペ風スタイルの4ドアセダンに変更され、10代目シビックのラインナップから外されたハイブリッド車の実質的な後継車種の役割に加え、サイズ、価格ともに、シビックと10代目アコードの中間ほどのミドルセダンに位置づけられるモデルとなった。2018年6月の北米市場での販売を皮切りに、同年12月から日本での販売が再開となった。パワーユニットは2モーターのスポーツハイブリッド i-MMD で、それまでは 2.0 リットルの R 型エンジンをベースとしたルファ型のみだったが、本モデルで新たに 1.5 リットルのレブ型と組み合わせて搭載された。後発のクラリティフェブと仕様は共通ながら、給排気システムを専用設計。燃費性能向上のため、アトキンソンサイクルとi-VTECに加えて、燃焼効率向上技術とメカニカルフリクション、低減技術を投入することで、最大熱効率は 40.5% を達成している。また、モーターのローターには、重機ドルイフリーモーター磁石を採用するとともに、パワーコントロールユニットの小型化を行った。最高出力はエンジンが 80kW を、モーターは 96kW をそれぞれ発生。また、燃費性能は JC08 モードで 34.2km、L、WLTC モードで 28.4km、L を実現した。プラットフォームは10代目シビックと大半の部分を共用し、一部をハイブリッド仕様に最適化した。リアサスペンションをマルチリンク式に変更するとともに、回答性、ライントレース性、緊急回避時の操縦性に貢献するアジャイルハンドリングアシストを新採用した。英語で洞察力、眼識という意味。ハイブリッドカーの本格的な普及を洞察する車という意味を込め名付けられた。ありがとうございます。